ミハイル・セルゲイビーチ・ボヤルスキーは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の俳優、歌手である。1978年の冒険映画、ダルタニャンと三十子のダルタニャン役によって、国民的な人気者になった。80年代より歌手としても活躍。1984年には、ソ連功労芸術家。1990年にはソ連人民芸術家の称号を受けた。 1988年から2007年まで自身がサンクトペテルブルクに設立したベネフィス劇場の芸術監督を務めた。ミハイル・ボヤルスキーは共にコミサル・ジェフスカや劇場の俳優であった両親のもとに生まれた。音楽大学付属の音楽学校でピアノを学んだが両親の期待に反し、レニングラード演劇芸術大学に進学した。在学中に レンソビエト劇場のイーゴリ・ブラジミロフ監督の講義を聞き、1972年の大学卒業後は彼の劇団に参加することになった。舞台、罪と罰の生徒役で舞台デビューしたが、その時は群衆の一人である生徒を演じたに、過ぎなかった。彼に知名度をもたらしたのは、ゲンナジー・グラトコフのミュージカル、銀融詩人トルバドゥールと彼の友達のトルバドゥール役である。なお この舞台で王女役を演じたラリー・サルピアンは後に彼の妻となった。初期の映像作品には映画、橋や TB 映画、麦わら帽子などがあるが、TB 映画、長男のシルバ役によって広く知られるようになった。70年代は表現力あふれる美声を生かしたミュージカル映画への出演が多く、狼と七匹の小ギの原型となるおとぎ話が題材の映画、 ママの狼役やロペデベガの儀曲が原作の TB a が、農場の番犬の美男子テオドロ役が好評を博した。最大の出世作は TB a が、ダルタニャンと三重子である。ルイ13世の知性か重子になる夢を抱いて田舎からパリに上京してきた明るく勇敢な主人公ダルタニャンを天真爛漫に演じトップスターに踊り出た。 この作品は三部構成からなるミュージカルで、ストーリーはデュマ原作のダルタニャン物語のうち、第一部、三重詩にあたる。本作及び劇中華は、今もなお、ソビエト時代の古典として、ロシア国民に親しまれている。三重詩の成功以降も、現在に至るまで、第一線で活躍し続けている。他の、主な映像作品に、景気兵の球根、小移行補正よ、 進め、ドンセザール・デバザン、ビバ、小緯候補生、カプチーノ街から来た人、タルチュフ、白地、隊長ブーリバ、名探偵シャーロック、ホームズなどがある。声の出演も、精力的に行う。特に、70年代後半から80年代にかけて、国産の良質なアニメ音楽劇へ多数出演した。代表作は、空飛ぶ船主人公、バーニャ役。 1981年のスペイン国際映画祭受賞作品、青い子犬海賊役、青い青い髭探偵及び青髭役、引き裂かれた者たちの語りなど。実写だけでなく声の出演においても、アリーサ・フレーエン・ドリフ、アンドレイ・ミローノフといった同時代の俳優、歌手と共演し、伸びやかな歌声を披露している。近年の仕事にはオープンシーズン小役、 ヒックとドラゴンゲップ役といった外国アニメのロシア5番吹き替えがある。国産アニメではオズの魔法使いの本案であるエメラルドのとの魔法使いが原作のエメラルドのとの冒険臆病ライオン役イヴァン王子と灰色狼キャット役など歌手としても多数のヒット曲を持ち幅広いジャンルの楽曲を600曲以上書いている。主な楽曲は最大のヒット曲 すべては過ぎ去っていく、を、はじめ、緑の目のタクシー、ぜい、ありがとう愛しい人、街の花、紅葉、など。彼が歌う、農場の番犬、ダルタニアント3 1シ虹より高くの劇中華も有名である。サンクトペテルブルク中心部に在住。妻、ラリー・サルピアンとの間に、息子セルゲート、娘、エリザベータの二人の子供がいる。 黒い服と唾の広がった帽子が定番スタイルで長年変えていない。ビートルズと FC ゼニとサンクトペテルブルクのファンである。好きな本は哲学書。好きな俳優はブラジーミル・ビソツキー、アンドレイ・ミローノフ、オレグ・エフレモフ、オレグ・タバコフ、ロバート・デ・ニーロ、アルパチーノ。好きな映画はゴッド・ファーザー、アレクサンド・ルネフスキー、出会いの場所を変えることはできない。 ぜいぜい。娘のエリザベータ・ボヤルスカヤも著名な女優である。代表作は映画、提督の戦艦など。父、ボヤルスキーが、レストレード警部を演じる、名探偵シャーロック・ホームズ第1話に、ゲスト出演した。2017年には、マールイン劇場による、舞台公演、企みと恋で、初来日し、ヒロインを演じた。本人曰く、 音楽を学ぶのは好きではなかった。そのために音楽大学には進まなかった。ボヤルスキーは続編の20年後、30年後、重視の期間においてもダルタニャン役を演じた。公式サイトバイオグラフィー。2017年3月1日へ閲覧。帽子はしばしば、ピローとかを着用することもある。オレグエフレモフ及びオレグタバコフは、 チェイホーフ記念モスクワ芸術座の歴代芸術監督である公式サイトバイオグラフィー2017年3月1日閲覧ロシア国立サンクトペテルブルクマールイドラマ劇場企みと恋2017年3月1日閲覧キナポスク RU2017 年3月8日閲覧大統領令により1994年3月2日に 設立した賞。ソ連時代の人民の友好省にあたる。人民間の平和、友情、協力、相互理解の強化に貢献したロシア国民及び外国人に与えられる。国家体制の強化、民主的な改革の遂行、モルドバと他国との友好と協力に対する功績、和解及び事前行為、講演者に与えられる。ありがとうございます。